やっぱり大事なのは場所に対する、それから人間に対する愛情を、まあそれなりにちゃんと持つってことがすごく大事で、まあ僕自身がまあイズムで捉えるとすればやっぱりヒューマニズムみたいな、だけどそれはルネサンスとかあるいはモダニズムの初期のヒューマニズムと違って、もっとあの人間のビヘイビアというものとか視線の構造とかそういうものから作り出されてくる空間 で、まあ、人にある程度喜びを与えるっていうようなことがその元にあって、